イスラエルとハマスの戦闘が始まって、2ヶ月が経ちました。本当にガザ地区の状況厳しいものがあります。亡くなった方の数1万6千人を超えています。戦況について、そして人質解放の行方、さらにはイスラエルの狙いについても今日は現地から中継で伝えてもらいます。 FNN パリ支局の森本記者が現地で取材に当たっています。森本さん、まずは現地の様子から伝えてください。はい、私はガザ地区とイスラエルの境界から 1.5 キロ離れた場所にいます。この場所、先ほどもハマスからロケット弾が飛ばされてきたんですけれども、ロケット弾が飛来した場合15秒で飛んできますので、その場合すぐにシェルターに避難しますのでご了承ください。で、後ろに見えるのがガザ地区北部になります。先ほど大きな音とともに、ドーンという音とともに黒い煙が上がりました。そしてひっきりなしに銃撃の音や砲撃とみられる音が続いていて、激しい地上作戦が継続されていることがここからでもよくわかります。その様子というのは時間を置かないでよくこう起こり得ることなんですか？様子というのはロケット弾の飛来などですかね。そうですね、それとも、そうですね、砲撃や銃撃の音はずっと響いているような状況です。そして大きな煙がこう出るような、そういった状況は今日はあまり見られはしないんですけれども、はい、先ほど一回そのような状況がありました。はい、森本さん、他にも、はい、はい、あ、続けてください。はい、はい、他にも、頻繁ではないんですけれども、時々ハマスの方から、ロケット弾が、飛んでくる、そういった緊張したような場所になります。はい、では一旦現在のその戦況についてスタジオで整理します。こちらです。はい、今月1日戦闘が再開されました。イスラエル軍は南部の最大都市でありますハンユニスで大規模空爆を行っている。地図で見るとこの辺りになります。それでですね、国連の機関によりますと、ガザ地区の人口220万人ぐらいいるんですが、その9割に当たる193万人が避難をしている。で、これまでイスラエル軍が市民に対して南部に移動するように促してきたので、その多くが南部に集中しているという状況なんです。またエジプトの境界にありますこのラファ検問所、地図ではこの辺りなんですが、イスラエルがガザへの支援物資、この搬入を制限しているという現状があります。これ森本さん、イスラエル軍の報道官に取材できたということなんですけれども、イスラエル軍、これからの狙いはどういうことなんでしょうか？はい、イスラエル軍は民間人の犠牲を抑える、そういった姿勢を強調しています。ただ、私自身ガザの内部にいる人と連絡を取り合っているんですが、なかなかこう電波が悪くて連絡が途絶えてしまったりとしていて、非常に心配な状況が続いています。で、軍の広報官に尋ねたところ、ガザの状況は悲劇的というふうに、していつつも、しているんですが、これはハマスが選んだ戦争であって、イスラエル軍は挑むしかない、そのように話していました。現在のイスラエル軍の目標は、南部に潜伏しているとみられるハマスの最高幹部で10月7日の襲撃の首謀者とされるヤヒヤ・シンワル氏です。広報官はトンネルを破壊することも非常に強く決意している、そのように話していて、今後もハマスの殲滅作戦を続けていく姿勢を示しています。そうなるとこうガザの避難民だけではなくって、これハマス側に拘束されている人質の、まあ、状況というのも非常にこれ心配になってきているんですけれども、こちらにまとめています。はい、イスラエル軍によりますと、これまで人質は110人解放されたんですが、いまだにですね、解放されていない人質138人イスラエル軍によるといます。またイスラエル軍によりますと、ハマスは女性の人質の追加の解放を拒否している。さらに5日、イスラエルのネタニヤフ首相、人質全員を帰国させられる可能性はないと発言しました。これ人質の解放が、森本さん、どこまで進んでいくんでしょうか？はい、ネタニヤフ首相の発言については、人質の家族から非常に大きな反発がありました。
イスラエル軍は人質救出が最優先事項、そのようにしていて、作戦と外交努力のいずれも行っているんですが、ハマスの殲滅に重きを置いているような、そんな印象をインタビューでは受けました。イスラエル軍は作戦は地上の人質の存在を考慮に入れている、意図的に危険にさらしたりはしない、そのようにしていますが、イスラエルのメディアによると解放された人質は拘束されていた場所のすぐ近くで爆発があって、イスラエルに殺されるのではないか、怖かった、そのように話していたそうです。人質にとってのこの2ヶ月というのは、本当に長く苦しい、終わりの見えない期間だと思います。解放された人質は VTR でもあったように、音を出さずに泣いて、音を出さずに笑うそうです。とにかく一刻も早い人質の救出が望まれます。菊池さん、そういう意味でも人質の方、解放された後も苦しい日々を強いられてるんですよね。そうですね。これほど戦闘員以外の方のですね、はい、命がこう簡単に扱われてるっていうのは本当衝撃を受けますね。一人一人のですね、罪もない人質の方、あるいはガザの人たちも関係ない民間人の方ですね、もう木の葉のようにですね、その命が軽く扱われてるのに本当ショックを受けます。はい、森本さん、戦闘が始まってからこれ2ヶ月経ちましたが、これ終わりは見えているんでしょうか。はい、アメリカメディアは現在政府高官の話として、現在のような大規模な地上作戦というのは来年の1月までには終了して、その後はハマスの戦闘員らに的を絞った作戦に移行するのではという伝えています。イスラエル軍の広報官は国家の安全保障のためにもハマスの幹部だけでなく、ハマス、ガザを統治するハマスそのものを排除する必要があるというように話しています。ただ今回ガザの中では非常に多くの子どもが亡くなっています。そういう意味ではこう憎しみの連鎖というのは今後も続き、終わりというのはいつになるのかということは分からないような状況です。状況が好転するという形は今のところまだ見えていない状況、市民の方が犠牲になる戦闘ということになっています。一日も早く終わる、そういう願いというのは終わることはありません。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。